原田力夫は日本の音楽プロデューサー、ピアノ調律師、山口県防府市に生まれ、1943年、義父を結核で失う。1957年に山口県立豊富高等学校を卒業し、浜松市の日本楽器系系本社工場で、都定制度のもと、ピアノ調律の修行を開始。1959年にヤマハ調律師養成システムを終え、 豊富市の実家に帰り、同市内の玉江楽器店に勤務。1961年8月に同店を辞職して、上京。1962年、法政大学や幹部に入学。ヤマハピアの杉並サービスセンターに勤務しつつ同大学に3年。あまり通学するも、ピアノ調律師としての本業が多忙となり中退。1968年10月、独立して、 原田ピアノ調律工房を設立。以後、フリーのピアノ調律師として、竹光徹など、多数の作曲家と関わりを持った。1975年上期の人脈などを通じて、8月から約10年間にわたり、資材を投じて、プライベートコンサートと題する演奏会を主催し、学罰に属さない、若い作曲家の育成に貢献した。このコンサートから育った、作曲家に、 吉松隆や坂本隆一がいる。同時に、ガリバンズリのニュースレター、プライベート通信を不定期的に発行配布し、精力的に音楽批評、楽団批評を行った。1979年1月、義母を抗原病で失った。元より反権威、反権力的姿勢であったが、1981年、東京芸術大学教授、雲野の雄による、 自宅収賄事件をきっかけに、徹底的な取材に基づいて、芸大を頂点とする音楽業界内部の批判を展開し、それゆえか後年自身が没した時には、クラシック音楽の主たるジャーナルでは、あえて大きく報じられなかった経緯がある。1980年代以降は体調を崩し、私的勉強会、例の会を主催。この会から吉川和夫、片山元秀、白石美幸、 高久明、長木誠治、山下雄二、大石康氏といったアカデミズムの分野だけでなく、上記の作曲家を、はじめ様々な才能を輩出した。生涯独身。1981年頃から胆脳を患い、1984年には糖尿病で入院することに会。1988年には進行性直腸癌と診断され、直腸の全摘手術を受けた。 その後も転移性肝臓、肺がんにより入退院を繰り返し、呼吸不全のため、川崎市宮前区の虎ノ門病院分院で他界した。2002年、原田力雄著作集編集委員会の編纂による、移行集、青春の音楽、原田力雄の仕事が上司された。青春の音楽、原田力雄の仕事へ織り込まれたしおりには、実の父親が中国で戦死していたことが、 明らかにされた。実の母親の消息はいかなる出版物でも確認できず不明のままである。原田自身がいくつかの局面で作り話をしていたこともこの本の上司の際に明らかにされている。ありがとうございます。